志村県は、富士テレビ系列で2010年4月14日から2012年3月28日まで、毎週木曜日1時10分1時40分に、放送されていたお笑いバラエティ番組、志村県の冠番組、伊沢オフィス制作、ハイビジョン制作で、地上アナログ放送では、レターボックス形式により放送、全番組、志村屋です。 のリニューアル的位置づけとなる、フジテレビ深夜帯に、レギュラー放送されている、志村県番組の新シリーズ。出演者のうち、志村県、優香肥後勝博上島竜平ハリセンボンは、志村屋です。から続投するが、新レギュラーに、森下優里と、も瀬美みさきを迎えたのが前、番組と大きく変わった点。全番組までは、番組タイトルとは別に、 コントのタイトルが存在したが、本番組、志村県は、番組タイトル自体が、コントのタイトル名にもなっている。東京、下町のラーメン店、県ちゃん、ラーメン志村県の店主と志村の妻、喫茶店、ポエムなどの町内の人々との人情を味わうコントを、展開する。番組の流れは回によって多少異なるが、基本的には、志村夫婦の茶の間でのやりとり、 ポエムでの短編コント、志村県での短編コント、ポエムでの長編コント、志村県での長編コントの流れになるパターンが多い。番組後半、出演者全員でトークをする、すっぴんトークタイムコーナーを放送する場合があるが、放送頻度は少ない。主に番組初期に行われたが、2011年以降、放送では全く行われなくなり、 番組全体がコントの構成になった。不定期に次回予告が放送される。2011年2月8日放送、志村健の大丈夫だバレンタインプレゼントスペシャル内の20時10分頃から20時40分頃に同番組のコーナーとして当番組が完全に新作で番組初のゴールデン進出で全国ネットゴールデンタイムプライムタイムで放送された。 2021年2月より、ファミリー劇場にて再放送された。作品内では出演者の芸名と役名は、ほぼ同じであると見てよい。ただし、この場合のフルネームはゆうかが、志村ゆうか、春るが、ひ後春る美咲が、ひ後美咲となる。ケンちゃんラーメン味の時計大プロデュースにより、ケンちゃんラーメンの名称で、カップ麺が、毎週抽選で視聴者に、 プレゼントされた。かつて産業食品から発売された志村が、キャラクターのカップ麺、ケンちゃんラーメンと名前が似ているが、発売元も異なり、関連は全くない。ありがとうございます。